バイユーのタペストリーに描かれたハスカール。ハスカールとは暗黒時代から中世初期にかけてのゲルマン民族、特に北欧やイングランドなどにいた職業軍人、傭兵の一つ。ハウスカールとも、封建制度が確立した中世ヨーロッパ社会であれば土地を媒体として騎士を戦争に参加させるなどして職業軍人を確保できるが、封建制度がない。 あっても、未成熟な社会においては、ハスカールは、必要な存在であった。彼らは小規模ではあるが、常備軍であり、幼少の頃から、高度な戦闘訓練を受けて、狩猟や王公貴族に紙幣として使え、その報酬として、主に金銭や略奪品の分け前などを受け取っていた。しかしこうした狩猟や王公貴族が十分な略奪を、行わずハスカールへの報酬を払えない場合、 ハスカールは彼らを排除したり見捨てたりすることもあった。自発的な戦闘集団であったため、このように主君に絶対服従を誓う決定力のある戦力とは言い難かったが、ヘイスティングズの戦いでは、例外的にハロルド2世が戦死した後も、彼の配下であったハスカールは、最後の一人に至るまで、果敢に戦い、打ち死にしていったという。また、時代が下ると、傭兵全般を指して、 ハスカールと呼ばれた。文献として、初めて記録されたのは11世紀初頭からで、すでに一世がイングランドを征服し、ハスカールの制度をイングランドに持ち込んだことから始まる。イングランドでのハスカールは王宮に住み、一人の白に、対して250から300人が仕えていたという。当時のイングランドとしてはほぼ最強の戦士集団で、あり、相次ぐ戦いで、 ハスカールを消耗したことも、ハロルド2世が、ウィリアム1世に敗北した要因の一つだという。中世ロシアのキエフ大公国、及びその他の諸公国に存在した、新英隊内史重師団であるドルジーナは、もともとはロシアに侵攻したバイキングのハスカールが、起源となったとされている。また、こうしたバイキングの傭兵部隊は、東ローマ帝国では、 バラング隊と呼ばれ皇帝の親衛隊として使えた。ヨーロッパ諸国で封建制度が確立し騎士を戦争に参加させるようになると、ハスカールは不要となり、騎士や領主などに組み込まれるなどして姿を消していった。主な装備は剣、槍、カイトシールド、竹の長い鎖片びら、水滴型の兜だが、中には棍棒や両手剣、長江の斧などを、 両手で振り回し戦っていたハスカールもいたらしい。特に長江の斧はイングランドのハスカールの伝統となっており、前述したヘースティングズの戦いでもノルマン人の騎兵に対抗するためにサクソン人のハスカールたちは馬の足や首を叩き切ることができる長江の斧で戦った。戦場まで馬で移動することはあっても戦闘となると基本的に不評だった。また、 槍を持つハスカールは、当時のヨーロッパで、オーディン崇拝の流れから戦場で槍を投げることを、海戦の合図とするという風習もあってか、それを投げ槍として使用することもあった。さらにその槍の宝石を頭上に掲げたを前にして、ファランクスのような陣形を組むことで槍ブスマを、作り的の飛び道具に対抗した。盾は大型かつ頑丈でハスカールの象徴と、言えるような存在だった。 これによって弓矢や投敵武器による攻撃をある程度跳ねのけることができた。盾には革紐がついており、両手持ちの武器を使用する際はこれを肩にかけて盾を携帯した。ただし、ハスカールの傭兵軍が取り立てて弓矢や要塞を陥落させるのに強かったという記述は当然ながら一切ないいわば普通のゲルマン系傭兵の略奪品を報酬とした。 ハスカールのあり方からへのイメージであり、ゲームでの飛び道具や建物に対して強いというのは創作である。ありがとうございます。